ドローカルの新聞社ってとこだな。リンコたちと出会った事件だ。その時に仲間になったの？ああ、俺が適合者だったのからな。これ、リンコさんのことが書いてある。研究者とかだったからな。エドもそうだ。エレベーターは使えないか。壊れてるのか？開ける方法はないかな。見ろ、コードがどこかに繋がっているぞ。
だな。ここも閉まっているな。コードの先に操作盤があるはずだ。あそこに操作盤があるな。なんだろうこれ。奥に部屋があったのか。これが力になるんだ。まだどこかにいるはずだ。いつの間に。焦った。シャッターが開いたようだな。リンカは下の階にいる。行く方法を探そう。本当に霧の発生源があるのかな。リンカは俺と会う前から霧の調査をしている。あいつなら何か知ってるかもしれない。
何かあるってことだ。むしろ喜べよ。無茶言うな。エーテルに適合した体っていうのは他の人間には見えないものが見えるんだ。いわゆる原始ってやつだ。特にエーテルの力が強い場所であれば見てしまうもんなんだよ。どうなっているんですか？あの鳥居はある一定のエーテル濃度で可視化する。この装置はエーテルの濃度を調整して可視化されないようにしているのよ。そうやってこっそりと霧をこの世に送り込んでいる。あなたたちが鳥居を浄化していくのを見て対策したようね。それならそいつをぶっ壊せばいい。そんなことをしたら調整されていたエーテルが一気に放出される。適合者でもただでは済まないぞ。調整しながら止めるしかない。おい、そんな場合じゃなくなったみてえだぞ。くそ、まるで待ち構えていたみたいだな。待ち構えていたか当然だ。考えればその言い方だぜ。死んでも変わらない。気が食えやがった。気をつけろ。あと半分、そいつらを近づけないで。はい、わかりました。もうすぐ終わるわ。頑張って。もう十分頑張ってるっての。そろそろ来やがるな。リコ、どうぞ。終わったわ、ご苦労様。この場にある霧の発生源が可視化されるはずよ。おい、ここに敵がいるとなぜ言わなかった？この装置がある限り私たちはここに来ざるを得ない。それなら罠を用意しておけばいい。考えればわかることだ。だからあなたたちを呼んだ。それも考えればわかるって言いたいんだろう。こんな真似は二度とするな。ケーケー、先を急がなきゃ。そうね、
気をつけてね。あの、リンコさん、ありがとうございます。こちらこそ、守ってくれてありがとう。大人げないよ。ガキのくせに俺に説教するな。なら、ガキに説教させないでくれよ。ケケ、リンコさんと何があったんだ？あいつのせいで俺たちは失敗したんだ。今さら顔を出すのも気に食わねえ。まだまだいそうだな。これで一歩前進したはずだね。死にかけたんだ。それくらい当然だ。鳥が見えるようになっているはずだ。探すぞ。道は開いた。世界の境界は失われ。あれだな。よし、浄化しようぜ。考えれば分かることか。皮肉はいい。閉じ込められる前にここから出よう。結界の要になっているものがあるはずだ。探せ。技を習得できるくらい強くなっているぞ。何を覚えるかは任せるよ。この調子で行こうぜ。
停止しろ。結界の要の場所を炙り出せ。これで二つ。灰が消えない。まだあるはずだ。こいつで最後か。おい、さっきから後手に回ってばかりだぜ。凛子さんを疑ってるのか。ああ、疑ってるぜ。凛子に何があったか知りたい。印の色が違う公衆電話を探せ。直接江戸につながる電話だ。それと使うにはテレホンカードが必要だ。それも探す必要があるな。これじゃない。印の色が違うものを探せ。こちらから連絡が取れるように特別な公衆電話を用意しておいたんだ。使うとは思わなかったけどな。印が白い。これは違う。なんでわざわざテレホンカードなんか必要なんだよ。江戸の趣味だ。本人に聞け。地道にやるしかねえな。他のあたろ。よし、渡部。
慌てずに食べな。どこかに行く気だぞ。何か知っているみたいだ。印の色が違う。ああ、これだ。あとはテレホンカードか。商店街を探してみよう。食べ。慌てずに食べ。なんだ。何か教え。って言っていいかな。いいんじゃないか。今は非常事態だ。悪いが今は手が離せない。
想定外のことが多すぎてね。なので現状の報告だけ行う。作戦通り渋谷から離れることができたのは僕とデイルだけだ。他のメンバーとは地蔵通り近くの駐車場ではぐれてしまった。 KK は死んだと思っていたが、転送装置から魂が送られてくることを考えると生きているかもしれない。以上だ。ったく人間二代目。地蔵通りの駐車場か。エドたちが待機していた場所だな。行ってみるぞ。原因に何か心当たりはある？確か仕事で自殺者が多く出てるビルに行くって。もしかすると呪いの類が関係しているかもしれないな。そのビルを調べてみようか。このビルだな。入り口を探すか。そう、なんとかしようぜ。何か落ちてる。よし。連れて行かないなら自分で行く。待ちなさい、エリカ。私はあの子を追うわ。あなたたちは計画通り渋谷を離れて。 KK の方はどうするんだい？エリカは戦わせないと伝えて。それと渋谷のロッカーにこれを。承知した。エリカが行きそうな場所を教えてくれ。僕たちも探してみる。俺たちがうまくいかなかった理由がわかるだろう。巻きつかれて窒息するところだったわ。もう息はしてないだろう。
白い布、霊に干渉できる。お願いだから出ないと。襲われたってけど調べてみる。思念がある。あいつ転送装置を使って移動しているのか。霊になっても消えないわけだ。リンコのやつ死んだ後もエリカを探していたんだな。世界の境界は失われつつある。君たちの力が分厚い壁に穴を開け世界を変えるのだ。この光が…集え、夜べなき魂よ、良き終わりを…黎明なのだ。ロッカーの中を調べよう。エリカが見つからなかった時のためにここに鍵とメモを置いたんだろう。リンコさんはこの部屋にも行ったのかな。必ず行くって書いてるからな。死んでも行くはずだ。エリカって誰なの。仲間だよ。敵合者の一人だ。俺たちと一緒に戦うはずだった。だがリンコはエリカを戦わせなかった。エリカにだって戦う理由があった。あいつはあの狂った男の娘だからな。メモにあった団地はここだな。どっかにシートがあるはずだ。探してみる。なんか様子がおかしいね。何かあるはずだ。調べよう。
凛子、いや、もう一人いる。こいつ、病院で見たぞ。あいつらの仲間だ。やっぱり偽物だったってわけか。エリカって子を探しに来て敵に取り込まれたんだ。ずいぶん買いだめしてるな。私の正体はバレたみたいだな。そういうことだな。じゃあもう騙し討ちの必要もないな。ここに閉じ込めてあげるわ。なんだ、消えた。どこかにいるはずだ。探すぞ。ケケ、この子は私が抑える。今のうちよ。リンコか。ずいぶんとヘマをしたな。せめてここで取り返すわ。急いで。ケケ、朝っ、リコ、俺はお前を許していないぞ。私も許されるとは思っていないわ。でもまた一緒に戦うことはできるはずよ。ああ、そうかもな。お前次第だぜ。そいつを押さえておけ。凛子さんは返してもらうぞ。体を借りるぞ。外に出られた。凛子がいない。探すんだ。さっき見た公園と似てる。おい、残留思念があるぞ。リンコを切り離して逃げたか。リンコさんは？よかった。無事のようだな。はい。僕たちは大丈夫です。リンコさんの方は？問題ないわ。本当に問題ないのか？目は覚めたよ。それに取り込まれたけど、ただでは戻ってこない。この辺りの霧の発生源が分かったわ。今から教える。何か書くものはあるかな。大丈夫だ。この姿のいいところは
肉体や物質に縛られないところだ。今からあなたに送るわ。あとは二人に任せるわ。場所が分かった鳥居を浄化していくぞ。団地ってのは妙に不気味なんだよな。やたら静かでよ。やばい、戻らなきゃ。まだどこかにいるはずだ。やば。やるじゃねえか。あと、もう少しだな。気を引き締めろ。相手は何をしてくるかわからないぞ。長居するな。死んじまうぞ。
強くなってるのが分かる。おい、アキト、あの光が消えてる。急いだ方がいいかもしれねえ。いいのか？忍者を見たやつは死ぬんだぜ。マジで？なんだ？敵から隠れたいときは使えそうだな。光はこの奥に集まっていたはずだ。見守ってくれそう。そうだな。行くぞ。これは魂だ。全部あいつらが集めたものだ。なんて数なんだよ。刑事って仕事は慣れれば慣れるほど正義感ってものが鈍くなる。いちいち反応してられないからな。けどな、たまに鈍くなったその頭をガツンってぶったたいてくれる事件がある。目の前の光景がそうだ。確かにぶったたかれたよ。
正義感と使命感で胸がいっぱいになるだろう。それでこそ生きてる甲斐があるってもんだ。ここから行けそうだ。あいつはマリに何をするつもりなんだ。俺はこの力をあいつに植え付けられた。あいつにとってはただの実験だ。お前の妹にもためらいなんかない。救うことだけ考えろ。実験台が勝手に檻から出たらダメじゃないか。てめえ、ケイケ、待って、マリはどこだ。一心同体か。実に興味深いが、儀式は間もなくなる。君らにはもう使い道がない。救ってやれなくて申し訳なく思う。何を言っている。マリを返せ。残念ながら根性の別れをさせてやることはできない。彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらっている。何だと。私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。お前、こんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか。ケイケ、どういうことだ。こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。娘はどう思うだろうな。てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。まさか。ケケ、どうした。誰なんだあれ。すまない、勘違いさせてしまっていたようだ。妻と娘は理解してくれている。あとは魂を呼び戻すだけだ。娘は本当に役立ってくれた。この結界も彼女のおかげだ。自分の子供を生贄に使ったのか。肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。なんだこいつ。時は満ちつつある。君たちの相手はこの子にしてもらおう。
ケイケ、無事か？こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。エリカ、あなたの気持ちも分かる。だけど私にはその決断はできない。私は戦いたかった。お父さん、お母さん、リンコさん、みんな私を守ろうとしてくれる。私はいつも守られるだけ。長い間そのことに疑問を抱かなかった。でももう違った。こんな攻撃じゃダメだ。やばそうなら一旦逃げるんだ。狙われてるぞ、逃げろ。背後に回ってみる。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。チャンスだぜ、こいつやれ。尻尾があいつの弱点だな。また拾ってきたの？仕方ない、もうこの子が最後よ。名前考えなきゃね。私もただ飼われていただけ。猫と変わらない。それは本当に生きていると言えるの？言えない。言えるわけがない。私はただの飼い猫。だけの生き方は私の存在を耐え難いほど軽くする。誰もそれを理解してくれない。守られる、守られている。私はただの器。何を言えるかは誰かが決める。私は生きていない。生きていない。あなたはここにいればいい。ここ KK、 ナイト、助かったぜ。
ところで、また。ケケ、あいつを追わないと。この子、まだ。お前は関わるな。汚れ仕事は俺の担当だ。はい、あいつを止めない限り終わらない。行くぞ。ああ。光景だ。なんだかわからんが、クソったれなものがそびえ立ってるのはわかるぜ。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。ああ、行こう。アキト、電話の音が聞こえないか。の力で鳥居の場所が分かるようになったはずだ。先に進んでくれ。それと経験、エリカのことありがとう。気にするな、汚れ仕事は慣れてる。本当なら手遅れになる前に心を決めておくべきだったんだ。まだですよ。まだ終わってません。今は僕たちが新しいチームです。アキトの言う通りだ。本番はこれからだ。だろ。ああ、ありがとう。よし、行くぜ、相棒。うん。Thank you.